皆さんこんにちは、ふうです。本日は島村の購入品を紹介したいと思います。主にゆみさんコラボの商品になります。最後まで見ていただけると嬉しいです。早速紹介していきたいと思います。まずはアパレル系ですかね。はい、まず私はルームウェアを購入しました。こちらですね、2セット点読み切り替えす M サイズ、私は中薄大々を買いました。お値段が1650円です。このルームウェアのお値段破格だと思うんですけど、中薄大々の記載なんですが、ちょっとピンク味がかかってるお色味で可愛いなと思って、素材もすごく過ごしやすそうなものだったので、夏場のルームウェアにと思って購入をしました。トップスとボトムス、結構福袋のユミさんのパジャマも結構気に入っていて、今も着てるんですけど、ちょっと暑くなってきたので暑い日には半袖を着ようかなと思っております。こちらが1点と、あとはベアトップを買いました。これですね、TBY ベアトップ L サイズ、私は濃い白を買いました。990円です。で、結構ベアトップも人気で、私が行った時にも結構半分ぐらいなくなっていて、とりあえず1個買えたらいいなって思ってたので、下を買いました。こちらインナーとしても仕込む1、これを着て羽織を着るのもいいなと思いましたし、ストラップがやっぱり取れるっていうのが一番いいのかなと思っております。買いました。で、続いてがアパレルで、オンラインの受け取りのものになるんですけど、受注生産のこちらスカートを受け取ってまいりました。 YMU チュール切り替え SK87 M サイズ、泡薄だいだい、1969円です。この受注のやつ、このオンラインですぐ即売してしまって受注になり、受け取りをしてきました。すごく涼しそうで、夏場も履きやすいんじゃないかなと思っています。今回丈感をちょっと考えて、ウエストゴムだったので M サイズで大丈夫だろうと思って、こちらを私は購入しました。あと前回のアパレルのオンラインの受け取り品もあるんですけど、こちら、多分オンライン限定だったブラウスを購入しました。TTYMU 前ボタン PO L サイズ濃い白、1419円です。これはもう本当に欲しくて、オンラインで買えた時はすごく嬉しかったです。この襟付きのがすごく可愛いなと思っております。こちらを、受け取ってきました。で、次が、寝具類などの小物ですね。ちなみにバッグは変えたらいいなと思ったんですけど、やっぱり秒殺でもう棚すっからかんだったのでちょっと変えなかったんですけど、すごくやっぱりお安いですし、それなのにクオリティがすごい高いので本当に人気なんだなっていうのを実感しました。で、まず私が買ったのはこの枕パッドですね。2つまで買えたので買ったんですが、こちらがユミ 43PDB セッ、見えない、ごめんなさい、セッ、サイズが 43×63 で、こちらが中薄
代々と、こちらが中白です。お値段が330円になっています。全部で4色あったと思うんですけど、そこの2種類を買って、こちらは子供たちに、使わせる予定です。やっぱりこの夏場なので接触冷感がやっぱいいかなと思いまして、開花時期でしたので購入させていただきました。これ全色持ってても330円なのでお得かなと思います。であと寝具がこちら、クシュクシュケット、サイズが 100×140cm で、こちら中青になります。こちらが、1650円ですね。ハーフサイズです。シングルサイズ欲しかったんですけど、オンラインでも完売して買えなかったです。これは、上の子かなに買い替えのタイミングだったので購入しました。足出しちゃってるんで、もうハーフサイズで十分だなと思い、こちらを買いました。あとはバスマットです。バスマットは、45×65cm でお値段が770円で、私は中白を買いました。クモさんマットですね。私結構ユメさんのバスマット好きで使わせていただいてるんですけど、今回も1枚お持ち帰りしました。これは残ってたらお湯にしてもいいかなと個人的には思っている商品です。あとはスリッパ買いました。スリッパも結構人気で、多分そのユミラーさんが多分他の店舗に行ってる方とかと電話されてたり結構して、私の店舗ではごそって買っている方が多かったんですけど、なんとか1個ゲットすることができました。私は今回こちらのブラックを買いました。 YM コンフォムジ、サイズが 23×25cm、 中黒770円です。ユミさんで黒のスリッパってなかなか、やっぱ単色コーデのあれなので、なかなか黒で多分出たことないなと思って、まあこのおうち使いはもちろんなんですけど、子供の学校に行く用事とかで黒のスリッパってやっぱ使いやすいなと思って、そういうのにも使えるのではないかと思い、今回黒を購入しました。ちなみにスリッパ全色持ってても、あと色同じ色を2つ買って揃えてもおうちすごく可愛いなと思うんですけど、とりあえずもう選べる色が限られてたの で、私はもうもっと黒が欲しかったので黒を購入しました。でここまでが、ユミさんコラボの商品になって、あとはいくつか別途で購入したんですけれども、まずこちらと辻のぞみさんのブランドのコラボのお洋服なんですけど、 TUG メッシュロゴPOL サイズで中黒1639円です。ロゴが入ってて、編み地の T シャツですね。では、娘が着たいと言っていて代行で買ってきました。まあ、うちの娘もゆったりダボって着たい人で、まあ、身長も私とそんなに変わらないので、まあ、L サイズで大丈夫かなと思って購入しました。こちらですね。こちら行ってみると、ここはフェルムさんのハーフパンツ買いました。こちらロゴハーフ P M サイズのアワハイ1089円です。ロゴがどっちか、こっち、ここにワンポイントあります。でウエストゴムでゆったりとしているハーフパンツなので、
ょっと私はお家用で履こうと思って購入させてもらいました。で最後になるんですけど、そうムムさんのクレンジング洗顔とクレンジングのジェルなんですけど、お値下げされてたので購入しました。クレンジングミュールーメ、ごめんなさいちょっと間違ってたら申し訳ないんですけど、でこちら定価が869円が330円にお値下げされていたので2つ買いました。こちらは結構もうインスタとかでもお値下げされてますっていう形で上げられてる方が多くて、たまたま行った店舗で残ってたのでちょっと今回買ってみました。多分他のものはまだお値下げされてなくて、本当洗顔だけ多分お値下げされていて、もし気になる方がいたらしてみてください。はい、ということで長くなりましたが今回の島村の購入品をご紹介させていただきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。